ファイル島を救えデジモンワールド、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ですね、じゃあ賢さ600位も目指してて、前回のパートと引き続き男性が癒される女性だなぁとうっとりする瞬間9パターン、これをね第6位からですね、お話ししていきたいと思います。ちょっとした愚痴を黙って聞いてくれた時に癒される女性だなぁと思うんだ、思うのか。あんまり愚痴を言わんからね。これはわかんねえな、これは同意しかねるな、自分の場合は。あ、そう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 、今コカトリモンなんですけど、プニモンの時に言った通りですね、このコカトリモンの状態でフリーズランドに行かないといけないような空気があるので、行きましょう。ここで雪だるまを街に誘いたいと思います。いやー、この雪だるまをですね街に誘うと、あと街に誘えるモンスターが2体となります。いやー来ましたね。一応完全体1体につき1人街に誘うっていうことにしておいたんですけどね、まあ結構その縛りは破っちゃってますけど、一応縛りプレイではないので、今回はコカトリモンにしました。コカトリモンじゃない、雪だるもんにします。おお、ということで雪だるもんはレストランを開きます。しかもですね、レストランのその内容がですね、スイーツじゃねえな、かき氷とかアイスとかなんですよね、お菓子系統なんですよね。で確か基本的には MP が上がるような、そんな、ご飯を、ご飯っていうか食べ物を出してくれるのが雪だるもんだった気がします。よし、じゃあ雪だるもん仲間にできたんで、続けてトレーニングしていきましょう。といってももうあとは MP4000 だけですね。じゃあいつも通り行きましょう。あー、ミスった。わお、ずれたよ。やっぱあれだな、実況中にボーナストレーニングをすると失敗する傾向があるな。あれ、うわ、くそってんな。じゃあここで一回、もう一回トレーニングしてケンタリーンに行きましょうか。で、あ、なんか飛び飛びになっちゃってますけど、第7位行きましょう。些細なプレゼントに思いっきり喜んでくれた時、気まぐれで送った安いアクセサリーに大喜びしてくれた時、彼女の純真さを感じた。本当に心から喜んでいたのだとしたら純真でしょうね。純真なんですけどね、女の子の方がなんか世渡り上手なイメージあるからな。でもやっぱ喜んでる姿目の前にしたらこんな冷静ではいられないか。ああ喜んでもらってるってなるよね。金額の高に関わらず相手の気持ちに感謝することが大切でしょう。でこれは女性に向けてのメッセージになっちゃってるけど、些細なプレゼントを送ってそれを喜んでくれた時に癒されるなーって感じるのか。喜んでる姿を見て癒されるってことだよね、多分。
あ、第1位のあれと一緒じゃん。笑顔だからってことなんじゃないそれって。あ、第8位もそうですもん。笑顔で大丈夫だよって励ましてくれた時に癒される。なるほどね。なんかやっぱ笑顔がつきものだな、こういうのは。自分の実況を見てるのは、まあだいたい比率では4対1違う、25% の方が、だいたい 25% ぐらいの方が女性みたいなんですけど、まあ年齢も、あ、性別も年齢もいくらでも詐称できますからね。本当のデータかどうか分かりませんけど、まあズバリこのコラムを見ての通りですね、男性は女の子の笑顔に弱いってことですね。うん、男って単純だからな。まあね、かくいう自分は単純ですからね。あまり大きなことは言えないが、おーしょ、じゃあお休みですね。体重 1g って多いよ。実況を終えていきたいんですけど、もうちょっと続けましょうか。なんか実況中にボーナストレーニングすると失敗するんですよね。だから本当は裏でやりたいんですけど、ちょっと6分じゃ短すぎるし、もうちょっとで4000だしね。携帯トイレ。俺ちゃんとご飯あげてる？なんか育成ミスめっちゃしてる気がする。3回以内なんだけど大丈夫かな。はい、ちょっと不安になってくるよね。じゃああと1000ですね。今回もう雪だるも仲間にしちゃったから、訪問で戦うことがなくなっちゃいましたね。じゃあバトルかな、闘技場行くか。そうするか。よし、もう一回。最初に極上肉2つあげたから多分これぐらいでちょうどいいんじゃないかな。お腹減ったね。はい、今回は1回でいいのか。さあ、じゃあですね、9パターンって言ったけど、俺もしかしたら9パターン言ってないかもな。最後の飛ばしちゃったかもしれないけど、まあ、次行きましょうか。なんかいいお話ないかな。池に人食いザメが住むゴルフ場。怖っ。ていうか池でなんでサメが生きれるんだ。大丈夫なのかな。まあいいや、深く考えることはやめよう。あ、一回で済んだ、ラッキー。おっと、制御不能の衛星、20日から25日の間に落下。大ドイツ航空宇宙センターは運用を終えて地球に落下する同国の X 線観測衛星、これ読めないな。ROSAT ですね。ロサットかな、ロサトについて落下時期が今月の20日から25日になると発表した。落下地点はですね、日本を含む北緯53度から南緯53度の間になるという、大気圏突入、再突入で燃え尽きず地球へ到達する破片は約30個。合計で 1.6 トンに上ると予想されている。ほう、1999年に運用を終了したロサットはすでに制御不能な状態になっており、正確な落下時期と場所を特定するのは困難だという。その北緯53度から南緯53度の間に落ちるみたいなんですけど、海上なのかな多分。
もこれがもし地上に落ちてくるようだと結構危険ですよね。 1.6 トン分が。あ、でも地上に落ちないと回収できねえのか。まあ海の中でも回収はできるんだろうけど苦労しそうですね。よっしゃ、じゃあいつの間にか MP4000 で到達してますんで、あとは進化を待つのみですね。では今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。